時間はですね、5月16日、いよいよ明日ですね、プレオープン。先ほどもですね、3時間ぐらいかかりましたね。久しぶりにプレゼン資料は僕あんま作んないじゃないですか。即興でやってるんで、いつも。プレゼン資料作ってたら2、3時間かかりまして、合計89ページになりました。プレゼン資料ね。はい。まあ、そのプレゼン資料の内容は、LINE アットに登録しないと、一切見れないです。一生見れないですね。はい。LINE アットに登録していただいている方、まあ、この YouTube の下にリンク入れておきますけど、5月17日の18時に、アドバンスコースの、すべての資料をまとめた、どういう内容なのか、価格は何なのか、特典は何なのか、保証は何なのか、すべて全部ぶち込んだ、内容を、この18時に流しますんで、はい。まあ、LINE アットを登録しないと、まあ、その、アドバンスコースってなんやねんっていう、まあ、全くわからないまま終わるということですね。はい。まあ、この5月17日、明日の18時に流しますんで、はい。ただ、いや、お前の LINE アットに登録したくねえと。いや、そもそもアドバンスコースなんて興味ないよっていう方もいらっしゃると思うんで、まあ、今回ね、ネットで100万稼ぐ方法について、まあ、わかりやすいですね。ネットで100万稼ぐ方法ですね。まあ、ドリームアカデミアも100万稼ぎましょうと。まあ、夢を叶えましょうという学校なんですけど、じゃあ具体的にその数字に換算するといくらやねんっていう夢っていろいろあると思うんで、まあ、100万稼ぎましょうっていう、まあ、これはお客さんが、ね、いくら稼ぎたいですかって聞くと、まあ、しきりにこれを言うんですね。100万。なんでこの100万を稼ぐ方法について今回はお伝えしようと思います。実は今日の21時から今日ね、すいません、ちょっと巻きでいきます。ちょっと20時からちょっとスカイプコンサル入ってて、21時からコンサル入ってるんですよ、2件。なんでちょっと巻きでいきますね、巻きで。はい。で、まあ、この100万稼ぐ方法なんですけど、今日のもうあと2時間後ですね、21時からですね、まあ、ビットくんっていうことですね、ビットくん。はい、ビットくんっていう子がいまして、まあ、以前ですね、ビットくんに、まあ、この T シャツでやればよかったな。ビットくんにこれをもらいました。送っていただきました。バナナ。ありがとうございます。はい。で、ビットくんが、まあ、1月にですね、僕はスカイプコンサルみたいなサービスを売ったんですけど、まあ、それにビットくんが入ってくれて、で、ビットくんは二十何歳だったかな。まだ大学生ですね、大学生。ビットくん、大学生。で、自分でコンテンツ販売とかしてたんですけど、まあ、その100万の壁ですよね。100万の壁っていうのは超えてなかったんですよ。で、僕のコンサル入って3月だったかな。3月だったと思います。3月の末にセールスして、まあ、結論ビット君は、人生初の100万超えをしたんですね。100万超え。大学生で。どうすか？大学生で100万稼ぐ時代が来たかと。大学生で100万稼ぐ時代なんですね、今ね。はい。まあ、変な世の中ですね。はい。で、120万ぐらいだったと思いますね。120万ですね。じゃあこれどういうふうに上げたかっていうと、価格がいくらだったかな。2万9300円だったかな。3万9300円だったかな。まあ、すいません、多分2万、すいません、うろ覚えなんですけど、2万から3万だったような気がします、その教材をね。で、まあ、じゃあ仮に、じゃあ3万だったとしたら、40名ですよね。そうじゃないですか。3、4、12合ってますよね。はい、合ってると思われます。ポンコツなんでちょっと計算もできないっていう。3、4、12、120万、3万の商品を40名に売ったら120万、まあ100万超えですよね。で、これどういうふうにやるのかっていうと、まあ、これドリームアカデミアでもめっちゃ教えてるんですけど、まずね、まあ集客ですね。集客しましょうと。何でですか？何で集客するんですか？YouTube でやりました。まあ、ビット君は YouTube ですね。ビット君は YouTube。で、YouTube から、LINE ですね。で、この LINE アットで、セールスですね。で、まあ、こんな感じです。で、ここで問題になってくるのが、まあ、その、YouTube で何をですね。何を発信するんですかと。何を、発信するのと。
いや、吉谷さん、僕初心者なんで、発信するものはないですよと。まあ、ビット君もね、初心者でしたから。じゃあ、ビット君は何を発信してたのかっていうと、トップバズで稼ぐ方法ですね。トップバズ。まあ、結構これ熟成さんで多いんですけど、トップバズ、まあ、なんだ、ドリームアカデミアの3万稼ぐ講義にも入ってるんですけど、そのトップバズで、まあ、武器を作りましょう。要は、多くの人って武器がないんですよ。武器って何かっていうと、これで稼げましたっていう武器がないんですね。だから発信できないんですよ。でも自分が稼げた結果が出れば、ね、発信できるじゃないですか。こうやれば稼げましたっていう発信できますよね。だからトップバズでなんちゃらっていうのを YouTube で発信し始めて、そこで集客をしました。うん。じゃあ 何を発信するの？トップバズで稼ぐ方法っていうのを発信しました。で、じゃあそれで集客できますよね。はい。まあ、できたんですね、彼は。まあ、熟成さんも結構できてます。はい。なぜならば、あのね、トップバズね、詳しい方はね、知ってるかもしれないですけど、大山さん、こう消えたんですね。結構ね、あの人ね、SEO 的にもね、もうトップバズで検索したら必ずブログ出てくるみたいなね。多分消えましたね。ブログないんじゃないかな、もう。まあみんなね、発信する人って消えるんで。はい。まあ勝てますね。はい。勝てる。消えるんで。で、まあ、トップバズで発信して、で、トップバズで稼ぎたいよっていう人が集まってきますよね。うん。で、じゃあ、どういうふうにこの、LINE に誘導したのかっていうと、まあ、ここで特典ですよね。特典。なんか、特典あげますよって、LINE アット登録してくれたら特典あげますよって、まあ、ベターですね。で、LINE アットに誘導すると。集客、トップバズに興味あるっていう人を集客して、で、なんだ。LINE アットに特典ありますよっていう風に誘導して LINE アットでまあセールするわけなんですけど、じゃあここで問題が2つですね。どうやって商品を作るのか。どうやって商品を作るのか。どうやってセールするのか。まあ、ここの問題ですよね。いや、要はどうやって集客するの、どうやって商品作るの、どうやってセールするの、これだけじゃないですか、やること。もう一度言いますね。どうやって集客するんですか、どうやって商品作るんですか、どうやってセールするんですか、これ以外必要ですか。必要じゃないです。だからここさえ分かればいいんですね。で、彼はじゃあどうやって商品作ったのかっていうと、単純で自分がやってることを商品にしただけですね。自分がやってることまあ、自分がやってることって何かっていうと、トップバズで自分で収益上げてるわけじゃないですか。だからそのやってることをこういうふうにやって収益上がりましたよっていうところで商品作ってったわけですよ。で、ここで大事なのは、まあ、簡潔明瞭にお伝えしてますけど、商品名を決めるってことですね。商品名、売る人、商品名を決める。もうこれ以外いないです。売る人、商品名、決める。それだけなんです。ぶっちゃけ商品なくても売れるんで。商品なくても売れるんですよ。例えば、コンサートチケット。アムロナミエちゃんのコンサートチケット。3ヶ月前売り券してません？まあすみません、古いですけど、アムロナミエちゃん好きだったんで、引退しちゃいましたよね。じゃあ、アムロナミエさんのコンサートチケットって、当日券のみですか？いや、前売りしてますよね。完全なる。じゃあ、前売りしてる、いや、まだコンサート始まってないのに買うんですよ。だから商品をまだ提供しなくても売れるんですよ。だから、売る人商品名さえ決めればもう案内できますよね。うん。だから、実はこの商品を作るっていうのは、まあ今一応言いましたけど、これはなくてもいいんです、最初は。だからこれもドリームアカデミアで教えてます。商品を作るのは先じゃダメですよと。まずセールする。セールするっていうのはじゃあどういうことかっていうと、これですね。はい。で、ご案内していくってことです。これが、まあ、簡単な、やり方ですね。吉田さん、もっと具体的にそのやり方を教えてほしいっていう場合は、アドバンスコースに、もう腐るほど入ってますんで。もう腐るほど。アドバンスコースに講義めっちゃ腐るほどありますから。はい。で、ここで僕が言いたいのは、大事なことなんですよ、ここ。ここからめっちゃ大事なことなんですけど、要は、なんだ。このビット君の事例からお伝えしますと、ビット君はですね、僕のそのコンサルに入る前に商品を実は売ってたんですよ。同じ商品を売ってたんですね。で、僕がいろいろヒアリングしていく中で、いや、まだ売れるぞと。で、まだ売れるぞと。
で、こういうふうな、こういう感じで売れば売れるぞっつって、まあ、やり方を教えたわけですよ。で、そのやり方を教えたときに、これね、これなんですよ。まあもう今日の、多分今日のビット君のやり取りもまあ、まあうんちゃらかんちゃら続くと思うんですけど、もうビット君のコンサル疲れんだよな。まさかこの動画で弱音を吐くっていう。もうビット君のコンサル疲れるんですよ。もう何かっていうと、もうマインドブロックがまずやばいんですよ。マインドブロック。もうマインドブロックオタクですね。これ名付けましょう。マインドブロックオタク。マインドブロックオタクですね。オタク。とにかくマインドブロックが激しいんですよ。だ先ほどもお話しした通り、そのもう売ってる商品をまた売って過去最高を出したんですよ。で直近で売ってたんですよ。直近で売ってて終わって、セールス終わって1週間ぐらいかな、わかんないですけど、でもう売ってたんですよ。でそれで僕が言ったんですよ、まだ売れるぞって。でまだ売れるぞって言ったら、吉田さん、いやこの前販売したばっかなんで、じゃあそれ売れないですよみたいな。え、なんでみたいな。もう一度言いますね。ビット君からすると、いやこの前売ったばっかなんで、セールスしたばっかなんで売れませんよと。え、なんでみたいな。もう一度言いますね。ここポイントなんで、ビット君、これ僕ビット君ですね。いや吉田さん、あの、いや吉田さんそう言うけど、僕あのこの前売ったばっかなんですよ。で僕は、え、なんで売れないと思うの。もう一度言いますね。これ結構大事なんで、いや吉田さん売れないですよ、だってこの前売ったばっかですよっつって、売れないですよと。売ったばっかなんだから、売ったばっかなんだから売れるわけないじゃないですかと。え、なんで。要は売ってないのに売れないって言ってるんです。わかります？何度もリピートしましたけど、ここなんですよ。売ってないのに、あります？売ってないのに売れないって言ってるんですよ。ここポイントね。売ってないのに売れないって言ってるんですよ。おかしくないですか？だから僕は、え、なんでですか？みたいな。いや、売ってないよね、そもそも。え、なんで売って、預言者ですか？みたいな。え、自分預言者みたいな。いや、そういうわけじゃなくて、そういうわけじゃなくて、いや、売ったばっかだから、いや、それはわかるけど、でも売ったの、また、いや、売ってないです、え、じゃあ預言者ですかみたいな、このやり取りなわけですよ。で、ここで僕がなぜ売れるのかっていう理由を言ったんですね。いや、なぜ売れるのか、じゃあそのビット君はその販売が終わったら、終わった後ね、販売が終わった後集客ゼロですかみたいな。じゃあその販売が終わった後、一人も集客増えてません、増えてないのって聞いたんですよね。いや、それはで、仮に増えてなかったとしても取りこぼしが絶対あるんですよ、その時買えなかったっていう人が。でさらに言うと、そこから期間空いてる中で絶対ね、新規で来てるはずなんですよ。 YouTube で情報発信してるんで。で僕は、え、じゃあその後の集客ってゼロなのと。いや、多分まあ新規で来てると思います。え、じゃあ売れるじゃんみたいな。あ、ま、うん、そうっすねみたいな。わかります？ここね、非常に多いですよ。だからこれは、まあ、ちょっとね、今レベルが高い話してて初心者の方はよくわかんないかもしれないですけど、例えばこれ初心者の話に落とし込むと、売ってないのに売れない。例えば動画をアップしてないけど動画をアップロードする不安みたいな。わかります？動画をアップしてないけど、なんかアップロードする前から不安みたいなね。なんか、まあ、そんな感じの類です。要はほとんどの人がこのマインドブロックがあるんですよ。だから100万多分ね、100万稼ぐということに対してもブロックがあるんですね。100万稼ぐ、100万稼ぎたいのに、100万稼ぎたいけど100万稼げるのかなっていうブロックをしてるんですね。100万稼げるのかなっていう、わかります？だからブロック、そのリミッターが解除されてないですよ。いや俺は100万稼ぐんだから100万稼ぐ、じゃあ100万稼ぐためにはどうすればいいのか。コンテンツを販売するんだったら、先ほど言った通り3万円の商品だったら40名に言ったら120万ですよねって話です。だから100万稼ぎたい、じゃあ100万稼ぐためにはもうこれ算数しかないんで、算数しかないじゃないですか、算数しかないんで、100万円の商品を作って売る、もしくは、なんだ、10万円の商品、5万円の商品、はい、1万円の商品、
これしかなくないですか。で、これができないんだったら、これができないんだったらアフリエイトになるわけですよ。で、じゃあこのアフリ報酬いくらですかって話です。単純に。じゃあこれ吉谷さん、商品販売、商品作るの嫌だです。じゃあ ここの単価のアフリ報酬だよねって話なんですよ。わかります。ここが自分のコンテンツ販売だと数字を決められるんですよ。自分のコンテンツ販売をすれば数字は決められるんですよ、自分で。ただアフリエイトってなると、広告主がアフリエイト金額、広告なアフリ報酬決まっているので、それ選ばないといけないですよね。うん、だからこれは自由に決められないですよ、コンテンツ販売以外は。だって広告主が決めてるわけですから。うん、でも自分で商品売らない場合は、ここが自分のコンテンツじゃなくてアフリエイトになるんですよ。で、僕はなんでコンテンツ販売を教えてるのかっていうと、この価格設定が自由に決められるんです。もう一度言いますね、価格設定が自由に決められるんです。アフリエイトって広告主ありきなんですよ。そうじゃないですか。広告主が例えばキャンペーンで、今回はこのキャンペーンでこのアフリ報酬出すよっていう、もうその広告主ありきじゃないですか。そうじゃないですか。だから自分で操作できないですよ。でも自分でちゃんと集客して、自分でコンテンツ販売できれば、自分でその数字は操れるんですね。ただこれが広告主頼りになると、それは数字は操れないんですね。だから僕はまずコンテンツ販売マスターしましょうってことを言ってます。はい、で、話を戻すと、要はこの、例えば自分でコンテンツを作るとするじゃないですか。じゃあ10万円の商品作ったことはありません、5万円の商品作ったことがありません、100万円の商品を作ったことがありませんってなった場合、どうなるのかっていうと、まあ1万円でもいいんですよ。どういうふうになるのかっていうと、こんな価格で、こんな価格で売っても大丈夫かなって、売れなかったらどうしようって、なんか意味わかんない考えが出てくるんですね。こんな価格で提示して大丈夫かな、こんな価格をお客さんからもらって大丈夫かなみたいなね。いや自分まだもらってないよねみたいな。わかります。いや自分まだもらってないですよねって、お客さんがもらってない、セールスまずてかセールスしてないですよねって話なんですよ。要はやる前からブロックしてるんですね。確かに経験はないですよ、経験はないし作ったことはない、経験はない。だけどそこの一歩を超えない限り、その一歩を前進しない限り、次に進まないんですよ。例えばなんだ、自転車乗るじゃないですか。自転車ね、自転車こうやって自転車ね、乗る前から、いやこけたらどうしよう、いやこけたら痛い、いや無理だ、骨折したらどうしよう、やばい、頭打って死んだらどうしよう、あ乗れます。それ自転車乗れないですよね。車運転、あ最近なんか車の事故が多いなと、ゴールデンウィークも人が死んだら、車運転したら絶対これ無理だな、事故になっちゃうな、どうしよう、あ車運転して、あこれエンジンかけて、もし、爆弾テロでエンジンかけた瞬間爆弾で、車が炎上したらどうしよう、あこれ爆弾仕掛けられてる、乗れます。この前映画で見たな、爆弾が。乗れますか。乗れないですよね。だからそこは前進して解除しないといけないんですよ。だからマインドブロックを解除しないと絶対無理ですね。マインドブロックを解除しない限りね、前に進めないんですよ。だから僕の車だとリミッターっていうのがあります。まあ、普通の車はリミッター180キロでリミッターかかるじゃないですか。僕の車はリミッターがないので、ね、僕自身もリミッターないですけど、僕の車はリミッターないんで、マックス僕260ぐらい出したんですけど、260ぐらい出るんですよ、リミッターがないと、ね、でもリミッターがあると180、どんだけ踏んでも、どんだけ自分で踏んでも180しか出ないんです、リミッターがあるから。でもそれ解除すると、まあ、もう限界値まで出るわけですよ。まあ、僕の車は多分ね300出ると思うんですけど、さすがに300怖いですね。ちょ、僕260踏んだ時にフワン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 ってなって、ちょっと怖えなみたいな、わあみたいな、チキン野郎なんです、すみません。多分踏めば300出たと思うんですけど、ちょっと怖いですね、さすがに。良い子は真似しないように。はい、ということで、まあほとんどの人がリミッターを解除できてないんですよ。自分の枠、そのマインドブロックがあるんですね。だからそこを外さないと、そもそも100万なんてのは稼げないです。もう一度言いますね、100万なんて稼げないですよ。で、僕もリミッター解除してるんで、フロント商品として安い商品売りますよ。安い商品売りますけど、マックス今300万ですから僕。あ、そうそうそう。この前動画撮ったんですけど、僕コンサルで180万売れたんですね。この前。180万の商品があったんですよ、この前まで。この前まで180万の商品があったんですね。はい。あ、売れました。はい。分割ですけど。分割ですけど。吉谷さんいいな、一括で。いや分割です。いや僕も一括で欲しかったんですけど、その方がですね、いや吉谷さん
お金ないんで、なんとか分割でお願い。いいだろう、しょうがないっつって分割で入りましたけど、分割ですからね、一括で入っていただきたいって。まあでも売れました、契約取れました。で、分割で今払っていただいて、まあ紹介の入金もいただきましたけど、まあこの180万もう売れたんで、僕はこの個別コンサルはもう300万にしました。てかもう1000万でもいいかなと思ってるんですよ。だから僕ブロックがないですね。僕はブロックが。ブロックがないですよ。それはなんでかっていうと、それは経験もありますし、吉谷さんだからでしょ。はい、そうですって話なんですよね。それ15年もやってるし、本も出してるじゃないですか。一応うさんくさい本ね。はい、非常にうさんくさい、世間からバッシングしか浴びない本ですね。情報商材完全バイブルっていう本出してるじゃないですか。で、他の人本出してないんですよ。リアル本ですね。これリアル本さ。前ね、電子書籍じゃないですかって言われたんですけど、リアル本です。リアル本。Amazon で買えますから、注文したらこれリアルで届くからね。リアル本も出してるし、ね、15年やってるわけですよ。それはね、自信しかないですよね。だって他の人だってやってないじゃないですか。本も出してない。本も出してない。15年の経験もない。10億ぐらいの売り上げ作ってきたことがない。それは自信ありますよ。だけど多くの人っていうのはその経験がない。だから、不安なわけじゃないですか。でも、僕も最初そうだったんですよ。今はあるけれども、最初は不安だったんですよ。例えば、僕の事例で言うならば、最初の、まあ、この R34 マガジンの一番古い動画見ていただいてもわかりますけど、おそらくトーンがゆっくりなんですよ。ゆっくりなんですね。今、自信持ってブワー喋れますけど、昔はね、どうも、吉谷です。まあ、こんな感じですよ、多分。嘘だと思うんだったら1万本の一番古い動画、古い順に並べてみて、僕のトーンを聞いてみてください。どうも吉谷です。まあこんな感じです。で、その時っていうのは、僕はもともとゴーストライターでプロモーションライターとかね、その裏方のプロデュース業をやってたんですよ。人をプロデュースっていう、だから自分で表に出て自分でキャラクターでこう喋ったりとか一切ないんです。で、僕自身がセミナーをするなんてことも一切ないんです。だから緊張ですよね。緊張しかないですよね、最初は。今は全くないですよ。それはなぜかっていうと経験積んだからです。1万本っていう動画撮ったし、セミナーも何百回やったし、わかります。でも最初の僕はどうも吉谷ですなんですよ、わかります。だからそこの壁っていうのは越えないといけないですね。でもそれっていうのは経験を積めば積むほどどんどん進化していくんで、最初からそこをブロックしちゃうと、もういけないんですよ。いけないです。もう どんな新しいことをやるにしても、最初は怖いことあるけれども、例えば自転車、先ほども言った通り、自転車も最初怖いじゃないですか、乗るの。こけたらどうしよう。でも乗らないと始まらなくないですか？だからそこは超えていかないといけないんですよ。神様は。越えられない壁は、神様は乗り越えられない試練は与えぬ、ね。神様がね、あなたなら乗り越えられるよというところで与えてくれてるわけですよ、試練を。だから、100万稼ぎたいんだったら、そのブロックを外す、ブロックを超えていかないといけないってことですね。だから、そのビット君っていう子は、非常にマインドブロックありましたけど、そこをまあ大丈夫だよと押して、で、ブロック外れてセールスして、実際に過去最高の120万ぐらい売り上げを作りました。だけれども、ブロックめっちゃあって、毎回ブロック外しと、積み木崩しですね。ビット君の積み木崩しですよ。まあ、積み木崩しっていうね、センセーショナルな小説、あとはドラマにもなったのかな、ありますけど、もう崩していかないとね、ダメなんですね。はい、まあ、そんな感じです。だから、100万稼ぐためには、まあ、コンテンツ販売すればこういう流れなんですけども、一番コアな部分は、多くの人がブロックがあるってことです。要は100万くださいって言えます？言えないですよね。それなんで言えないのかっていうと、まずブロックがある。経験がない。じゃあ経験がないんだったら経験積めばいいだけなんですよ。申し訳ありませんね。いや、まず100万くださいっていうことをまず言えない。うん。自信がない。じゃあ なぜ自信がないんですか？経験がない。じゃあ経験積めばいいじゃないですかって話じゃないですか。申し訳ありません。すげえシンプルなんですよ。すげえシンプルで、100万くださいって言えません。なぜですか？経験がない。こんな私だから。じゃあ経験積めばいいんじゃないですか？終了じゃないですか。じゃあまず経験積むために、じゃあ100万の商品は売るのは難しいんで、まずは500円からどうですか？みたいな。500円から販売してみたらどうですか？みたいな話ですよ。だこの前、塾生さんと対談して、1110万売り上げ作った女性の塾生さんと対談したんですけど、彼女も最初は、数千円
の商品からスタートしました。で最終的にバックエンドで40万、最初ね数千円の商品だったんですよ。30万と50万ですね。これを売れるようになりました。売りました。まあこれもマインドブロックめっちゃあったんですけどね。これも30万と50万の商品を売る上でマインドブロックめっちゃあったんで崩しましたけど、だからみんなまあブロックがあるんですよ。だからいやーちょっとですね途中で切れちゃいましたね。ちょっと続きましょう。編集して続きましょう。はい。まあ実はですね、もうコンサルちょっと一件終わりまして、まあ、すぐアウトプットしましょう。あのですね、コンサル入るときにですね、前そのなんだ音声を聞いてくれたの、音声対談を聞いてくれた中で、電子書籍で60万稼いだって鷲津さんとの対談だったかな。なんかその僕の塾生さんで今電子書籍で60万稼いだっていう人が出てきたんですね。で、その令和になったじゃないですか。で令和になって、その今まで電子書籍ずっとやってたけど令和になったんでもうそろそろコンテンツ販売したいんで今こう思ってるんですけどどう思いますかみたいなお問い合わせが来たんですよ。でまあそれに対して対応して、おお60万結果出たんだすげえなと思って、でまあその話をどっかの、まあ、僕動画撮りまくってるんで、まあ、その今回コンサル受けた人が吉永さんと電子書籍60万って熱くないですかみたいな、まあ熱いっすよみたいな、電子書籍熱いっすよみたいな、でもねその梅田そのお客さんっていうのは2年前僕がセミナーやったんですよ。10月1日に東京で誕生日セミナーみたいな、でその映像販売もしたんですね。で2年前にその映像を買ってくれてて、そこでずっとやってくれてたんですよ。でたまに10万いきましたとかね、今こんな状態ですって結果報告いただいたんですけど、まあ途切れたわけですよ。でその後ドリームアカデミーに入ってくれたんですけど、でまあ結果報告あんまなかったんですね。でつい最近来まして、お続けてたんだみたいな、嬉しいみたいなね。でその時ってその、まあ、その今回の方にも言ったんですけど、その時のセールスレターのヘッドラインっていうのが、まあみんなが好きそうな感じですね。その時のセールスレターのヘッドラインっていうのが、初月で30万初月で30万、2ヶ月目で60万みたいな、でなんとか稼ぐみたいな感じのヘッドラインだったんですよ。まあみんなが好きそうですね。初月で30万ですかみたいなね、60万いけんのみたいな、すげえね。まあそれでセミナー結構まあまあ来てくれたんですけどね。まあこんな感じの、まあセールスレターがあって、まあこんな感じのヘッドラインですよ、好きそうな感じの。でね、おそらく僕の見解で、まあ、他の人から一切報告もらってないんで、おそらく僕の見解としてはその2年前その開催しました。で、まあ、実際に来ました。あと映像も買った人もいます。ただ誰一人続けてる人はいないと思います。その人だけですよ、僕が報告もらってる中で。すいませんね、僕の中でなんですけど、報告もらってるのはその人だけなんで。だ結局、まあ、その方にも言ったんですけどね、ネットビジネスなんて続けた人が勝ちですよと。続けた人だけが稼げるということですね。いや本当そうですよ、僕何万人見てますからね。もう続けた人だけが稼げてます。もちろんその中で試行錯誤してしっかりと改善してる人ですよ。なおかつ続けて改善してます。いや前ねいたんですよ、どういう人がいた、セミナーに参加した人がいたんですけど、いや私ブログ7年ぐらいやってます、だけど収益ないんです。でその何ブログですか、あ日記ブログです、あ日記いいっすかって、日記ブログそんだけ書けるんだったらじゃあそのお金に変えていけばいいんじゃないですかって、そうなんですけどみたいな、わかります。趣味でそのビジネスとして収益を上げるために改善しないとダメですよ。日記ブログ確かに続けてる7年ぐらいすげえなと思ったんですけど、いや7年しっかりとビジネスにつなげればそれいけんじゃねえと思うんですけど、だからその続けた人なおかつまあ改善ですよね、収益を上げるために。例えばさっきお話ししましたけど、じゃあな集客するためにどうやって、あじゃあこのタイトルこのやつだったら集客できるよねとか、改善したりとかね、じゃあ商品こんな商品だったら売れるよねとか、こんなセールスだったら売れるよねって改善してる人ですね、常に。
続けて、続けるっていうのは当たり前であって、続けた上で改善してる、売り方を改善してるとかね、なんかそういう人であるならば稼げてます。でこれで稼げてない人はいないです。なぜならばまずベースとしてみんな続けないんで、みんな続けないですから、やらないんで。でさっきまあまあ本人には言わなかったですけど、結局やっぱ反応するところっていうのは、まあその方にも言いましたよ。いやそれ今反応してますよねと、そこに反応してるってことは結局そこに反応しちゃうんですよと。だから結局ここなんですよ、反応するとこって。いくら稼げるのっていうところしか反応しないんですよ。いや僕もねいっぱい売ってきましたけど、結局ここなんですよ。結局ここなんですね、反応する場所っていうのは。なぜそこが反応するかっていうと、そこが欲しいからなんです。だからそう分かってますよ僕も。でもここで反応するじゃないですか。でも反応しても続けないですね。反応は取れるけど続けないのみたいな話で、まあまあ続けてほしい。まあ今回ドリームアカデミーアドバンス、僕はサポート続けます。で今回のドリームアカデミーアドバンスっていうのは、まあめちゃめちゃ内容の濃い講義がいっぱいあります。めっちゃ濃いです。てか多分ね、ドリームアカデミーアドバンスコースで僕が教えてる講義を、作れるのは僕しかいないですよ、マジで。これ自信があります。自信しかないですね。アドバンスコースで教える内容を教えられるのは僕しかいないと思います。でさらに今後300講義ですね、まあ無料でアップデートするんで、まず300講義の無料アップデートできる人います？まずいないんで。まあ60歳までね、アドバンスコースのコースも、無料でサポートしますし、講義のアップデートもしていくんで、はい、だから僕も続けるんで続けてほしいなって話ですよ。絶対稼げるんで続ければ。だってその方も結局ね、このセールスレターのヘッドライン通りになったんですよ。多分この動画見られてる方で、よくセールスレターでね、煽ってるじゃないですか。いくら稼げますみたいなね。じゃあその通りになった人います？で、そのお客さんが続けた結果、初月、2ヶ月目で60万はいかなかったけれども、もう60万いってるんですよ。ね。60万いってるんですよ。いってるんですよね。わかります？梅田さんはね、その時なんで2ヶ月目で60万いったかっていうと、外注をバンバン回してた部分もあるんですよ、ね、あとは事前の経験もあったっていうのもありますよ。だから全くゼロからやっても続けた結果ここに行ってますからね、そのお客さん。全くゼロベースで電子書籍って何ですかっていうところから始めて、ね、そっから始めてここに行ってますから、セールスレター通りになってます。なんでですかって続けた結果です。で教わった内容は本物だからです。だからそこで嘘言ってないですから、そのセミナーで嘘言ってないですからね。そう、実際にこうやったらこういうふうに結果が出たよってものをセミナーで言ってましたからね。でそれを愚直にやっただけですよ、はい、だからかけられる時間だったりとか能力によってその大差はあるのは分かりますよね。かけっこでもそうじゃないですか。運動神経がいい人は速く走れるし、運動神経がない人は遅かったりするじゃないですか。あとは仕事の関係で時間ですよね。いいっす。A さんは8時間使います。でも B さんは1時間しか使えません。じゃあこれ差ありますよね。例えばね、このセールスレターで初月で30万、2ヶ月で60万、稼げるって書いてあったとしても、かけられる時間はどうですかって話で、人、個人差ありますよね。個人差。だからそこは差は出ます。ただ、続ければ結果は出るんで、だから続けてほしいなと思います。本当に。はい、ということで、いよいよですね、5月17日18時からドリームアカデミアアドバンスですね、募集開始しますんで、もう資料もね作り込みました。89ページありますからね。89ページ、もうちょっとで100ページいくんじゃないかなって。結構大変でしたよね。まあその資料すら LINE アットに登録しないと見れないですけど、はい、であとね、オファー内容と特典と保証がまあ強烈ですね。うん、プレオープンっていうことで、まあ、今回全あの自分が、ね、提供できるものをバンってぶち込みましたし、はい、まあ、あとはもうほぼもうてかリスクないし、これで入んないんだったら申し訳ないですが救えないですね。あの僕もね、本コース60万ですよ。本コース60万ですよ。60万入っていただくか、今回のプレオープンでアドバンスコース入るか、もしくはですよ、もしくはそのよくわからないね、儲かりますあなたを救いますみたいなのに入って騙されるか、どっちかです。まあ、そのあなたを救いますっていう言ってる人は役者ですからね、ほとんど。僕続けますからね。実際にそれは本数で語ってきてますよね。大丈夫ですよね。僕がいきなり動画アップロードしなくなるってことありえます？1万本以上やってきて、僕が動画アップロードしなくなるっていうことは死んだ時です。確実に死んだ時か、病院のベッドでもう無理っていう時ですね。
それは無理じゃないですか。でもそれでもなんかちょっと取ってって言えれば取るかもしれないですけど、もうちょっと死にそうです、わかんないですけど、死んだらもう何もできないんであれですけど、はい、だから60歳まで、まあ、命の保証はないですけども、一応ね、あのなんか、うん、言っときますけど、あと余命 何年とか言われてないです、一応、まあ、ちょっと最近があのちょっと無理してるので健康診断行った方がいいですね行きます、健康診断。でも健康でしょ、どう考えても、どう考えても元気でしょ結構やってますよ、病は気からですから気でなんとかするっていうね、気でなんとかならない病気もあるかもしれないですけどね、はい、まあ、ということで、まあ、僕は今回のアドバンスコースに関しては他の人たちが絶対できない内容だし、講義内容も間違いないです、僕は自信を持っています。だからこれからネットビジネスを本気で勉強していきたい、本気で学習していきたいっていう方は絶対入るべきです。なぜならばこの価格、このサポート内容で案内する人は誰一人いないです。特にこと情報商材、うさんくせえなみたいな情報商材を売ってる人の中では絶対いないし、一般的にもないです。まあ、なぜならば一般的に考えたら23年間の無料サポート一般的におかしいんで。そうじゃないですか。あとはその詐欺やってる人も逃げたいんで、ね、逃げたいじゃないですか。売り逃げしたいですよね。大丈夫ですよね。詐欺したいんだから。僕詐欺したいって1ミリも思ってないですからね。1ミリも思ってないです。ね、むしろお客さんの方がどんどん逃げていくって、やらないっていう。なんでやらんのみたいな。わかります？だから、逃げる詐欺しないでくださいよ。僕逃げないですから。だって、ドリームアカデミアのコンセプトは、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分なんですよ。それを言ってる僕が逃げたらどうしようもなんないでしょ。って話なんで、僕は逃げません。もう向き合います。講義も作り続けますんで。まあ、これ無料でも作ってますけどね。はい。まあ、ということで、これでちょっとご案内は終わりたいと思います。講義の方ですね。また講義、無料講義は作りますんで。はい。では、終わります。ありがとうございます。